今日は、僕普段シンフォニーっていうグループやってるんですけど、ソロでシンフォニーの音楽やったり僕の音楽を伝えていければなと思いますので、ぜひ初めましての方も聴いていってください。よろしくお願いします。いや、なんかね、久しぶりすぎてっていうのはありますけど、君は笑ってる、それとも泣いてる。カメラの前、彼女は笑ってる。輝く笑顔、華やかなドレス、すべては日本語に。For say yes, she's a picture perfect。あなたの孤独誰も知らない。 People say yeah, she's picture perfect。 あの子はスーパースター。世界中が幸せを追い求めている。だけど meaningless、 それは目に見えない。She's a picture perfect。 彼女の孤独誰も知らない。 People say yeah, she's a picture perfect。 あの子はスーパースター。 Oh yeah, people say yeah, she's a picture perfect。 彼女の孤独誰も知らない。ありがとうございます。はじめまして、シンフォニーで活動します村田と申します。今日はよろしくお願いします。ちょっと5日間ぐらいめちゃくちゃ体調壊してまして、声を出すのも久しぶりという感じなんですけど、今日は、ソロではございますが、やっぱシンフォニーのことを知ってもらうために、こういう活動も続けていってますので、ぜひチラシも今メンバーやったりスタッフがお配りしておりますので、受け取っていってください。よろしくお願いします。久しぶりですね、皆さんね。元気してました？元気してました？してましたか？ね、誰が言うてんねんと思ってると思いますけど、皆さん。まあちょっと
いつもはね、3人で、歌ってて、ソロで歌うっていうのはすごく久しぶりなんですよね。久しぶりというかもう3年とか4年ぶりぐらいになるんですかね。で、だからちょっといつも普段はちょっと歌わないような、曲とかもちょっと今日は歌っていこうかなと思っておりますので、ぜひ、最後まで聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。嬉しい。ちょっと寒すぎてちょっと打たれへんの、ちょっと待ってね。今のうちにぜひ初めましての人とかはチラシからシンフォニーのアカウントやったり、僕個人のアカウントもございますのでフォローしていてください。よろしくお願いします。ちょっと最初なんでこう割と明るめのを歌っていこうかなと思っております。ぜひ聴いていってください。今回も活動してます、シンフォニーと申します。よろしくお願いします。今でもね、今でもね、なんとなく話すだけ、気が当たり悪くてただそれだけ。でもでもね、たまにもね、ドキドキするほど近く君のこと感じたい。怒るこの気持ち、Yeah、悲しくて泣けてくるような、苦しい恋もたまりゃいい。愛情の深さに変えて、少しは好意に愛して、後去りなんてやだ。女友達の捨てられないよ、君を必要とする強さ、信じて。この頃ね、この頃ね、二人で話す時間、まだ強くなれない僕なんだけど、でもでもね、たまにはね、ドキドキするほど近く君のこと感じてる。踊るこの気持ち、今日はソロでございますが、ぜひよかったら聴いていってください。よろしくお願いします。冷静に君の仕草や、僕を見る目を思い出す。浮かれた一夏の恋、そんなんじゃないことを感じて、公衆電話から君の今何してるの、嬉しい言葉を疑って裏目に出ちゃう。 Whoa, whoa. バカだろ。今でもね、今でもね、なんとなく話すだけ、気が当て笑ってただそれだけ。でもでもね、たまにもね、ドキドキするほど近く君のこと感じたい。踊るこの気持ち、yeah、ありがとうございます。サミアが終わっていただきありがとうございます。普段ここ東京都内で活動しているシンフォニーの、今日はソロでございます。ここからだと申します。ぜひ後ろでチラシとも配ってますので、本当に聴いていってください。よろしくお願いします。強がりの僕はいつもうまく愛せない、一人から回り君を必要とする強さ、を信じて。まだ強くならない僕なんだけど、で
ほど近く君のこと感じれてるよ。いつだっていつだってなんとなく話すだけ、気が合って笑ってたでそれだけ。でもでもね、たまにはね、ドキドキするほど近く君のこと感じていたんだ。もうそばに来てるはず、この恋を逃がさないで、後回しにするのはよそうよ。ありがとうございます。ちょっと一瞬だけ待ってもらっていいですか、皆さん。ちょっと鼻が詰まっております。すいません。こんばんは。ぜひ僕シンフォニーって言うんですけど、久しぶりに、こうやってシンフォニーという形ではないのですが、今日この一人で、このシンフォニーを広めようと思ってこの新宿に歌いに来ておりますので、ぜひよかったらまずは聴いていてください。よろしくお願いします。え、あ、びっくりした。
ひとした君の顔をちょっと温かい声もいつか記憶が消えてしまうなら今すぐさよなら、それができないから二人を、たとえ願いが叶わなくても、僕は迷わず君に会いに行く。いくつもの夜越えてきたから、君に捧げるただこの歌を、去年君皆さん、していただければ。